ウィーで遊ぶセレクション。宇宙旅行中に場所も名前もわからない星に不時着した主人公オリマ。彼はそこで奇妙な生物ピクミンと出会います。不思議な習性を持つピクミンの力を借りて、オリマーはバラバラになった宇宙船のパーツを集めることに。ウィーで遊ぶピクミン。地面から引き抜いたピクミンはオリマーの後をちょこちょこついてきます。はぐれたピクミンは遠くからでも集合させることができます。ポイントした先に投げれば、ピクミンは何をすればいいのか自分で判断して行動。一匹一匹は小さく非力でも、たくさん集まれば大きな仕事を成し遂げます。獲物を巣に持ち帰れば、ピクミンはどんどん増殖していきます。最大で100匹まで連れて歩くことができます。ピクミンは赤、黄、青の3種類。赤ピクミンは熱に強く攻撃力抜群。黄ピクミンは爆弾岩を扱えたり、高く投げ飛ばすことができます。青ピクミンは水に落ちても溺れません。原生生物と戦ったり、道なき道を切り開いたり、宇宙船までパーツを運んでくれたり。ピクミンの力を借りて、オリマーは無事この星から脱出できるのでしょうか。ウィーで遊ぶピクミン。